雨の季節になったらママは帰ってくるんだね。ママって約束したんだ。ママ。あなたたち誰？本当にミオなの？同級生だったの。好きになったのは僕の方からだった。僕の片思いだったんだよ。今日私は気になる人を見つけてしまった。あなたの手はとても温かかった。喧嘩していろんな壁二人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい。行きます。雨が止んだらママはまた死んじゃうの？予約お願いしたいんですけど、12年分、子供が18になるまで毎年。ママ！素敵な大人になってね。いやごめんね、美穂を幸せにできなかった。ずっと幸せだった。あなたを好きになってからずっと。今、愛に行きます。